テラボゴスのこと、もっと知ることができるよね。次こそ黒いレッグーザに勝つ。世界の謎、もっと知りたい。お前たちはテラスタルの修行だ。テラスタル研修が始まる。これからテラスタルの知識を学んでもらい、ジムリーダーとバトルをしてもらいます。さまざまなポケモンがテラスタルし、特別な力を手に入れることができます。久しぶり。絶対勝ってテストに合格する。基礎テストスタート。早速始めましょうか。やろうぜ。満開に輝いて。芸術の扉を開く準備はできているな。輝け夢の結晶。必要なのは映え。映えてバズって輝いて。基礎テスト全員合格。四天王との交流戦へ。交流戦はジムリーダーとタッグを組むんだって。ポピーのポケモンちゃん、みんなカチカチですわね。リフレクターがクワッソを守ってくれるぞ。いけるか。お手柔らかに頼みますよ。思いっきり火炎放射。前田、チリちゃんやで。西田抵抗、マジカルリーフ。大地の力。テラスタル研修応用テストへ。応用テストは2体のポケモンと共に戦っていただきます。いかにうまくテラスタルできるかが審査の対象です。進化した。このタイミングだ。応用テストに合格したことを認めます。次は僕の番。かかってきな。バーク。ホゲート。はっきり言ってパートナー失格だね。なんで。応用テストは不合格。魂洗って出直しといで。もう一度ライムさんに挑戦したい。すごい特訓してみない。避けろ。歌おう、ホゲータ。いいバイブスだ。歌はバトルを強くするんじゃない。一人じゃないって気づいて心を強くしてくれるんだ。応用テスト合格だよ。やったよ、ホゲータ。反撃。私頑張る。雪のように冷たい現実を教えてあげるよ。ケブリム、マジカルリーフ。冷凍ビーム。そんな、やめて。結果が全てなんだ。不合格だ。失意のままオレンジアカデミーに戻るリコたちに迫るエクスプローラーズ。やはり追ってきましたか。一体何を企んでいる。彼はギベオン様にとって特別な存在。いずれ必ず私たちの邪魔になります。教えて、なんでテラパゴスや黒いレクーザが必要なの。ギベオン様のためだ。エクスプローラーズを束ねる俺のおじい様がラクアを目指している。謎は深まるばかり。こいつにはまだまだ俺たちの知らない秘密がありそうだ。永遠の恵み、ラクリュウ。鍵となるテラパゴスの真なる覚醒を私は待っている。エクスプローラーズが学校に入り込んでいる。呼んだ。でもサンドビッチちゃんは終わりなんだな。子供に何ができる。テラパゴスを守るために、学校を守るために、絶対に負けられない。テラパゴスの情報は奪われた。あんたは結果を出した。合格だよ。テラスタル研修の最後は研修生バトル大会。対戦相手はリコ。初めてバトルした時のこと覚えてる。もちろん。ずっとロイのバトルを見てきた。ずっとリコのバトルを見てきた。リコとなら、ロイとなら、もっと先へ行ける。
知らないポケモンがいっぱいいるんだ。もっともっと知りたい。いろんなポケモンと触れ合って仲良くなりたい。ここから新しい冒険が始まります。ポケットモンスター、毎週金曜夜6時55分。